最近さ、香水にハマってて、香水とかコロンとかさ、推しがつけている香水があるのね。私の大好きな鳥海さんがつけていると言われている愛用してる香水があって、それを手に入れたからたまにつけるんだけど、すごいメンズメンズしいのよ。男男感がある。今ついてる状態なんですけど、うん、男だね。かっこいい男の匂い。かっこいい男の匂い面白いんだけど。かっこいい男の匂い。匂いってさ、やっぱ結構印象に残らない。残るね。そう。人の匂いってね。あるよね。なんか私今はその推しの匂いつけてるけど、推しの匂いじゃなくって自分の香りが欲しいなって思ってるよね。女性らしい。女性らしいとか私らしい。私らしさ。そう。でいろいろ試してね、いろんなメーカーで使ってんだけどさ、なんかしっくりこないんだよね。人が見た印象の匂いとさ、自分が思ってる印象の匂いって違うからさ。違うね。どんな匂いのイメージある？私俺柑橘系かなと思った。柑橘系か。もうオレンジって。オレンジみんなのビタミンですからね。そうだからちょっとオレンジっぽい匂い。逆に俺の匂いイメージある。私は龍形の匂いのイメージってもともとまあつけてない人じゃん。別に一切つけてない人じゃん。あんまりこの人体臭ないんですよ、私からすると。ほぼほぼない、一切ない。なんか無味無臭みたいな、豆腐みたいな、味もない豆腐みたいな。豆腐は豆腐大豆の良さがあるんだけど、素材の良さを置いといて、私はたまたまその香水探してる時に香水ガチャっていうのがあったんだよ。なんか都内の方でそこでゲットした森の香り。森の香りっていう単体だとすっごいお風呂場感なんだけど、もっとなんか森林浴のすがすがしい感じのね。あれすごいかったよね。あれはね、俺もめっちゃ好きだった。あれだね。やっぱその印象に強い。なんだけど多分本人のイメージからしたらあれ太陽っぽい感じじゃない？太陽。ああ、あんのかな。お布団を干した後の匂い。布団やんそれ。布団やん。布団の匂いでさ、太陽みたいなキラ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 、あったかい系、日だまり系。なんかこういう今まさにこの匂い、これはなんかちょっとこれはダンディーすぎる。キリッとしたちょっと男性感、色っぽい男性がつけるものではなく。じゃないよね。難しいね、龍形さんのイメージに。太陽系の匂いです。パワフルなオーシャンみたいな。まあパワフルって言ってなんとなくちょっと臭そうなイメージあるよね。汗臭いみたいな。なんで汗になっちゃう。なんだろう、なんだろう、ラーメンの匂いにつけとく。ラーメンの匂い。ラーメン香水。もうね。豚骨。豚骨や豚や。さすぎる。豚。ブヒブヒ豚の匂い。嫌じゃない。龍拳なんかやね、あの人豚の匂いすんだけど。豚骨や。豚骨。せ醤油。あ、味噌。味噌。なんでもやしもみたいになってる。なんか食べ物の匂い。食べ物じゃない。だけどこれ食べないのよ。あ、でもバニラとかいいのにね、女性がつけてもね。ああいうのはバニラの風味だから。あとなんかムスクが甘い。だって醤油の匂いとか嫌じゃない？なんかあの人醤油の匂いする。なんか食べたってなるよね。そう、なんかそうそう。なんか食べただから。バニラはさ、香らないやん。基本的に食べるから。基本的にラーメン好きじゃん。ネギ好きじゃん。好き。ネギの匂いよくするの。出た。ネギ臭いってやつよく言われるね。そう。うわ、今日ネギ臭いねみたいな。あるからね。大体そう、ネギ食ってる時。龍拳の香りね。人のイメージの香りってあるからね。それこそあれだね、フィンカでしたっけ？アニメとか別に好きな、ね、アイドルさんでもいいんだけどのイメージをこう伝えると、それに基づいて香水を何種類かそう作るというか、なんか何パターンか用意してくれる。2パターンとか3パターンとか用意してくれて、それをこの順番で重ね付けするとこのイメージの香りができるんですよ。ちょっとフィンカさんだと思ったんだけど、新宿の方にあるね。それ試すのいいかもね。一回誠くんにあげたことがあったんだけどね、プレゼントでね。誠くんも香りも好きだからさ。誠くんはロクシタン、そう今ハマってる。ハマってるから。ロクシタンの匂い。私もロクシタンその匂い好きだったんだけど、誠くんがつけてるからつけられなくなっちゃって。取られちゃった。そう取られちゃった。桜の香りとか色あるけどね。人のねイメージっての匂いってやっぱあるよ。龍拳の匂い今度探るか。そうだね。じゃあもし決まったら。何の匂いだろうねマジで。報告しますね。UFO 臭い。UFO 臭い。それは今の UFO。UFO にする？ UFO の香りするか。UFO の香りする。UFO の香水とかあったらつける。面臭いんよ。でもなんかモンハンとかのさコラボ香水がちょっとなるが来るがとか。それはなるが来るが。そうなるが来るがだけど。あ、そうか。あれそういうのが匂うかもしれないからね。ワンピースもあったよね。ワンピースもあった。サボとか俺好きだからさつけたいんだけど。そんなサボか。ドフラミンゴかなじゃあ。絶対ドフラミンゴダンディーなさ香りだよね。あ、そう、私ピーチっぽいかと思ったけど。ピーチ。そんな可愛いやつがいい。ピンクだから。モフモフがね。ちなみにもう5分終わりました。終わってんのかい。終わったので、まあ龍拳さんの匂い何にしようかねっていうお話。はい。香水はでも楽しいよね。楽しいね。いろいろ探しましょう。ちょっといろいろ探しますか今度。はい。じゃあまずはこの UFO の匂い堪能して。 UFO の匂いをね、 UFO の匂い、この電車乗った瞬間、うわまたペヤングみたいなペヤングとかね、あの人 UFO、 この人 UFO。 いやたまにでも電車いるよね、マックの香りまとわしてる人。マックと変化器の香りまとわしちゃダメダメマジで、それはほんとテロよって思うので、皆さんもお香りゲリラテロは気をつけてください。気をつけてください。そんな話じゃあ湯切りしましょう。